はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。これはですね、昨日27日21時43分産経新聞の記事ですけども中国頼清徳氏を名指し攻撃、独立は戦争、台湾の総統選候補という見出しで、あんまり見出し上手ちゃうなという気がしますけど、ちょっと読みましょうか。中国で台湾政策を主管する国務院、政府、台湾事務弁公室の陳、読めへん、陳、なんて読むんでしょう、これ、品かな、品か、報道官、すいません、ゲップです。27日の記者会見で、来年1月13日に行われる台湾総統選の与党民主進歩党括弧民進党候補頼清徳副総裁が台湾独立を企んでいるなどと何度も名指しで攻撃し、台湾独立は戦争を意味すると繰り返し警告した。なんかあれですね、こう中国側がイライラしてるのが伝わってきますね。もうちょっと行きましょうか。民進党が政権を維持すれば、台湾情勢が不安定化すると訴え、台湾の世論工作を図る狙い、陳氏は中国との対話を重視する野党、国民党が台湾で政権を握った2008から16年、に中台関係は平和的発展を遂げたと評価し、国民党を後押しする姿勢をにじませた。民進党の蔡英文総統や頼氏は独立も統一も求めない現状維持の立場を取るが、中国が求める一つの中国は拒否している。陳氏は民進党は台湾独立の立場を堅くなに堅持し、台湾海峡の緊張を高め、台湾を戦争の危機へと追い込んでいると主張したということですね。これで終わってます。これ共同電ですね。はい、この頼清徳さんって、こう何年か前まではですね、独立独立独立って言うたはったんですって。で、中国からするとですね、選挙用にですね、その牙を隠してるだけで、お前はほんまは独立派やろと。で、独立に向けて動いたらですね、それは戦争やぞというふうに脅してるわけですよね。脅して、で、ね、国民党のですね、候補の方がですね、この中国との関係はようなるぞお前らみたいなですね、要は国民党の候補ですね、がどう、まあ、当選できるようにですね、誘導したいということですね。まあそれは分かりますけどね。ただですね、中国ってその国民党というか、まあ台湾でですね、何度もですね、選挙介入をしようとしてですね、成功した方が少ないですね。まあ一回はね、国民党が政権取ってよかったんですけども、それくらいで、あとは大体失敗してるような気がしますね。で、やっぱり台湾の人々はですね、香港みたいになりたくないという、こう、意思がですね、やっぱり相当強いんちゃうんかなという気がします。ただですね、蔡英文になってからですね、中国からいろんな意地悪をされててですね、その意地悪にめげてる人もですね、多少はいると思います。つまり、もっと仲良くした方が商売できるやん、みたいなですね、そういうふうに考えるですね、負け犬組といいますか、敗北主義みたいなですね、そういう人たちも確かにいると思います。でもですね、香港とは一緒になりたくないんや、というですね、人もですね、多い、そっちの方が多数派でしょうね。で、今の情勢のままだとですね、まあ、頼清徳さんリードです。ただ、そのね、リードの幅がですね、安定的なリードではないんですよ。まだこの後ですね、半月ありますから、何が起こるかわからんで、というところはですね、ありますね。はい。ほいでね、もっと大胆な仮説をしてみたいと思うんですけど、まあ、仮に頼清徳さんがですね、総統になったとしましょうや。で、今ね、中国ってね、本当にね、かなりやばいことになってるんですよ。
日本でもそれなりに報道されていますけどもですね、私も報道されている以上の情報は何もないですよ。何もないですけども、報道されているものをですね、まあ丁寧に見ていってですね、で状況をですね、いろいろ想像してるんですけども、いつも言う通り共産党がね、もしかしたらね、この数年以内にですね、崩壊する可能性がありそうな気がします。でその時にですね、非常に政府がですね、今の中国全土をですね、掌握できないような、つまり地方地方で言うことを聞かん連中が出てくると勝手にこうやる連中が出てくるみたいなことになった時にですね、台湾なんかはね、こうお迎えの福建省とですね、仲良くできるんちゃうかなという気がします。福建省の人々っていうのはですね、中国人の中でもですね、どう言いましょうね、かなりこう悪の強い連中なんですね。どっちかっていうとですね、他のエリアの例えば上海とか広東とかっていうのは先進エリアなんですね。そういう人たちからするとですね、福建の人たちっていうのはですね、むちゃくちゃその田舎者で乱暴で、悪が強くって、いわゆる付き合いにくい連中というふうに見られるんですね。私の知ってる福建人フーチェンはですね、そんな人いませんけど、なんかそういう見方をされるんですよ。ただしですね、その福建省の言葉と台湾の台湾語、彼らが台湾人が台湾語と称している言葉はですね、よく似てるらしいんですね。だから言葉が通じやすいということでですね、台湾は福建省をいち早くですね、自分たちの仲間にして、そこをですね、あれですね、拠点にして、中国全土へですね、その民主主義で民主主義でと言うて回ることができるかも分かりませんし、それを多分アメリカの CIA なんかはですね、そういうことをですね、このむっちゃ支援する可能性があったりしますね。そうすると変な話、蒋介石の悲願であった大陸反抗、つまり昔の中華民国をですね、中国大陸にですね、復活させようなんていうですね、こともですね、あながちですね、夢物語ではなくなってくる可能性だって出てくるわけですよ。台湾がですね、ある程度成功しているというのはですね、中国人はみんな知ってるわけですよね。で台湾で民主主義が行われているっていうのも中国人知ってるわけですよね。で民主的に総統が選ばれているというのを知ってるわけです。最初民主的に総統を選ぶときに中国は相当反発したんですね。近くにミサイルを撃ち込んでですね、落としまくったんですよ。なぜかっていうと、民主的にトップを決めるということはですね、その政府のですね、政権の正当性というものをですね、主張できるわけでしょ。民に選ばれたと。中国共産党は民に選ばれて中国を統治してるんちゃうんですよ。毛沢東は権力は銃口から生まれるって言ったんですね。要は力ずくで奪うもんやというしたわけですね。力ずくで奪ったのが今の中国共産党の中華人民共和国なんです。だから正当性という面において一つですね、弱いんですね。ところが台湾でですね、総統が民主的に選ばれるとなると、それは気に入らんわけですよ。だからお前らそんなことやめろと言うて、ミサイルを撃ち込んだのがどうでしょうね。40年ぐらい前とか、30年ぐらい前かな。まあ、それくらいの時です。で初代がリーさんでしたね。ちょっと名前が出てこなくなりましたけど、この前100歳でお亡くなりになった、107歳からでお亡くなりになったあの方ですね。でなんでですね、この中国は知ってる、中国の人々は台湾で選挙が行われてるっていうのは、まあ、ある程度知ってるはずなんですね。で経済的にも反映してると。だからそれをそのスタイルで自分たちもですね、統治をされると、国民党を迎え入れたらですね、統治をされるというふうになるとですね、喜んで、あ、そっち行くわっていうみたいになるかもしれませんよ、はっきり言うて。で、とっかかりは福建でしょうね、福建、台湾の対岸でございまして、非常に台湾とは行き来がですね、頻繁なところでしてですね、台湾も最初にですね、大陸に進出したのは福建なんですね。まあ、言葉が近いっていうのもあるみたいですね。で、親戚がいっぱいいるみたいですね、お互いに。何代か前にこう移り住んだみたいな人が、やっぱりそうすると親戚がいるわけでしょ。交流がある、わけだって。まあですね、そういうこう空想無双みたいなもんですけども、でもありえないことはないですからね。もう皆さん思ってる以上にね、今の中国ってガタガタですよ。
で、人々ってね、食えなくなる、あるいは自分の財産を失うとかいう時になるともう燃え上がるんですよ。今その寸前まで来てますからね、はっきり言ってはい、ということでですね、無双空想してしまいましたけども、この産経新聞のですね、来清徳省名指し公益というところのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。